いただきます。ご視聴ありがとうございます。ミニゴロウです。キャベツを食べてます。キャベツがシャリシャリして美味しいです。人間はキャベツをちぎって食べるらしいね。キャベツの千切りもいいね。あー幸せ。ミニゴロウはキャベツを丸ごといただきます。手に持った時に口にちょうど入るキャベツ、もぐ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 。キャベツ美味しいな。ハムスターには水分補給にもなるんだよね。もぐ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 。シャリシャリ、キャベツ美味しいな。野菜の中でキャベツが一番だよね。シャリ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 。キャベツはビタミンの補給にもなるからいいよね。食物繊維もあるしね。え、キャベツ食べたい？あげないよ。ちょっと休憩。キャベツを食べるのに夢中になりすぎちゃった。ああ、美味しかった。さあ、もっと、お食べ。シャリ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 。もぐ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 。うめえ。もう、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。